じゃあもうちょっとなんかこれかなりセクハラ発言やと思うけど、これ処女な、処女です、歌の通りボーチャス、ボーチャス。はいどうも、やってきました、ズンズンチャンネルチャンネルポーチャースよね、ポーチャース、ポーチャースやろ。はい、ということで今日は7個に来てもらいました。ポーチャース、ポーチャース、なんなんポーチャースって、ポーチャースってあのいきなりやん、あの POW でポーじゃないですか、ポーポーポーで、チャスがあのチャースみたいな、毎度みたいな、そう、それを合体みたいな、ポーマイドってことやな。なるほどね。いやいや、もうあのズズチャンネルで奈良子呼べってよう来てて。ああ、そうなんですか。そう、でまあちょっとあの今日聞いて、はい、まあ、いろいろ奈良子はどんなやつかと、聞いていこうかな。ぜひ聞き出してください。お願いします。お願いします。じゃあもう早速ですけど、あの奈良子って本名な。本名ですね。あ、そうなんや。ほんまに奈良子。そのままやなんや。そう、そのまんま行こうかな。何年ぐらいやってんの。中1ぐらいの割合か、多分約12歳ぐらいからしてた。そうですね、12歳。今何歳。今23歳です。ちょうど10年ぐらいか。おお、すごいな。23で10年選手そうですね、ずっとラバダブとかあって。あ、そうなんや、はい、誰とやってたん。誰選手やんな。選手ですね。そもそも周りにはヘッドバット君とかゼロ君とか。あ、なるほどなるほど。 あいつら25、6とか。そうですね。で、そこでグローブっていうところがあって、岸原の、で、レイ君とかがまだそこで歌ってた時ぐらいにもラバダブ入ったりとか。あ、そうなんや。そうなんですよ。結構じゃあ長いねんな。な、一応長いですね、ちょっとは。なんか、まあ、俺からしたら、はい、あのいきなり来たなってイメージじゃない。まあ、選手のそういうグローブとかそこら辺行ってたやつらは、はい、あ、どんな子行ったやんみたいな感じやと思うけど、うん、大阪じゃなくてもな、あの東京の人とかも多分知らんかったと思うな。そうですね。でもいきなりさガコン来たからさ、はい、何やねん奈良子って誰やねんって多分レゲエ界ではなってると、今でもなってると思うね、うんうん、はいはいはい。で、なんであれ行ったいや、なんでいきなり行ったよないや、それも自分では分かれへんですけど、なんでこう行ったかとか、タイミングなんか、タイミングがもうハマったやろな多分ね。まさかみたいな。自分でもそんな感じなってましたね。おみたいな。そう、ほんでまあ、まあ、実感ないし実際、なるほどね、ライブとかも全然なかったから、ほんで SNS 上だけでバーってなんかなってたから。そうやんな。だからあまり実感はないけど。でも初めて奈々子の知るやつがだいぶ増えたわけやんか、はい、まあ、声かけられてくれるのが多くなりました、ね、まあそうやんな、うん、だってまあ正直だって俺らも奈々子知らんかったら呼んでないもんな、うん、そうですねでもまあその大阪レゲエとかさ、その日本のレゲエシーンにかなりあの期待の星というか、しかも23歳でもう今からやんか、うん、でやっぱな、なかなかこううまいしおもろいからかなり期待してるけどねかなり期待されてもちょっと緊張するんですからねいやでもやっぱ、頑張りたいです、ね、うん、期待はみんなしてると思うで、うん、まあ、それこそ奈々子の上とか、まあ、おるっちゃおるけど、はい、まあ、全国区でやっぱ有名なんてそのアポロ世代からってだいぶ空いてると思うね、うん、まあ、おると思うね、みんな頑張ってやってると思うけど、はいはい、なかなかやっぱこう全国いろんなとこ呼ばれたりするのってアポロとかさ、トンダーとかあの世代からちょっと俺空いてんのかなって思ってんねんけど、大阪で言えばね、はい、だからそれからやっぱビガー出てきて、はい、で奈々子出てきてさ、まあこっからまたそれで同世代とかもさ刺激されると思うねん、そういうの結構大事やと思うねんか、はい、だからそういう面ではやっぱ引っ張っていかなあかんというか。そうですね、もう岸和田でもいろんなアーティストまだまだおるんですけど、オーガイコーラーでも、うん、自分らのクルーとかの周りとかでもクルーあんの。 GBC っていうクルーがあるんですよ。G がジェノサイドっていう一番上の、うん、で B がベースヘッツっていうグループ、うん、で C がチュッパチャップスっていうのを合体したのが GBC のクルーで、でそのコーラーもみんなあのみんな歌ってるコーラー、歌ってるコーラーですね。マースコーもいてるし、
みんなで上がっていきたいですね。なるほど。何人ぐらいおるのそれは。うん、ざっくり言えば20〜30人ぐらい。めちゃくちゃおるやん。あ、そんなおんねや。うん、そうなんですよ。おもろいな。おもろいです。でも、その中で奈々子が一人なんですよ、オーナーが。あ、そうなんや。そう、昔から。まあ、女の子も増えてきたらいいんですけどね。最近の曲でさ、チンチン見たことない。はい。チンチン見たことない。いや、まあ、それはあの中学校とかでなんかまあ男の子らとも遊ぶわけじゃないですか。ほんでなんかちょけてウェーみたいな感じで出されたりとかしたらもうチラッみたいな感じはあるけど、その間近で見たことないチンチンみたいな、わかります、そのなんていう、それどういうことよ。いや、ほんまは書いてたんですよ、なんか20歳ぐらいの時に。チンチン見たことない、その少女の少女を書き換える、あの前昔に歌ってたんや。歌ってたんですよ。なるほどなるほど。で歌詞にあの間近で見たことないチンチンとかあったんですけど、その通りなんですよ。間近ではもう見たことないみたいな。今もなそれ。そうですそうです。じゃあもうちょっとなんかこれかなりセクハラ発言やと思うけど、これ少女な。少女です。歌の通り。ポーチャス。ポーチャス。あ、そうですか。はい。もう大事にしはんねんな。うん、してるっていうか、あの、まあ、それ中学校の時とかに一回経験があるってなったら、まあ、別に今でもやってると思うんですけど、うんうん、でもそこまでやらす価値のない子らが多いから、なんか、なるほど、そう、なるほど、だから首から下とかは触らせてくれないですね。へえ、うん、なんかまあそこはもうここまで来たんやったら大事に相手を選ぼうみたいな、こっちも。なるほどね。あの、まあ、これもちょっとセクハラ発言やと思うんだけど、そう、女花、男花。それ男ですよ。あ、もうそりゃそうなんや。でも女の子から声かけられる。かけられるやろ絶対。けど、まあ、でもそういうあれじゃない。あの、いや逆に、うん、奈々子が女の子をその子を好きってもし思ったら、そいつすごいなって思う。うん、あ、その好きに刺したんよみたいな。あ、なるほどね。逆に。あの、逆にそういうどういうそういう男性が何ていう理想像なタイプはないんですけど、あんまり中身だろ。そう、中身はなんか思いやりある子とか、あ、なんか礼儀とかちゃんとあのなってる子とか。なるほどね。例えば恋愛とかせえへんの？あ、 しますよ。もうでも5年前ぐらいからいてないから彼氏は。え、そうなん。はい。なんか何ていうのそれはね、なんかなんでないんで、5年前で10代で、いや、じゃあその子が、あの、まあ一回付き合ってて。あ、その時な。そう、ほんで、まあ浮気してました、1週間目ぐらいに。お、夜でしてる、夜の公園で 3P ぐらいしてるんですよ。ほんで、まあ、3P 時だ。ほんで、まあ、まあ、ええわっつって、で、まあ、まだズル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 なんか関係あって、うん、で、まあ、一緒に飲んでて、で、元カノ二人来て。そいつの？はい。で、奈々子も、まあ、地元一緒やから友達やって、で、バーで飲んでたら、消えて、その二人、もう一人の元カノと、その男が。で、まあ、言うたら、店の前で添い寝しだして。ほう。どういう感じ、環境よ。もう分からへんすよ、そこで。ほんで、まあ、まあ、ええわってなって、まあ、飲み直してて、こっちは女友達と二人で。で、遅いなと思って。なかなか出てけへんかって、見に行って、おれへんかって、うん、これはもう家行ってるわってなって、もう奈良からもう家バーって行って、その子の家、うん、で、開いてて、うん、階段を登って、うん、バッて開けたら裸で騎乗位してるんですよ。で、えぐなーいって言って閉めて、で、もうええわってなって、うん、あのそこでまたなんか、あ、ほんまにちょっと簡単にやらしたらあかんなと思って、そういうので、なるほどね、今空いてるんですよ。なるほどなるほど。そう、だからあんま信じられへんだったみたいな、そのもうそいつが悪いわ。 そうそう、それはまあまあ、それはそうなんですけども、まあ、でみんなまあなあ、そういう男性じゃないからね。まあでもそうか、そうなんですよ、いろいろあって、そいつ今見てドキッとしてるで。まあでも次の日に飲みに行こうって誘ったんですけど、なるほど、ちょっと話したかったから、うん、その何状況をどんな感じでとか思って、で、どうやったって、うん、で、びっくりしたっつって、ほんで、うん、みたいな、
感じで、まあその日は酔っ払って綺麗に終わってバイバイで、まあ別にでもそいつ絶対しばかれるもんだよな、そこで。うん、多分だってもう奈良子とか23やから、俺20歳ちゃうもん。二回りはいかんか。20、俺に44やから21歳ちゃうねん。やろ、そうです。えぐないえぐいやろ、えぐない、えぐいやろ。だって俺7個生まれた時、21の時か、もうレッドスパでやってるもんな、うん、もちろん。うわぁ、すごい世代出てきたな。もうお父さんみたいな感じですね。そうやな、俺のことをダディって呼んでやる。ダディって言うのやめて。ダディ。ダディの方がまだ響きです。パパとか言ってたら。そうやな。でもウェポン君、パパって呼んでって言う。ウェポンは。パパって言う、全然。ウェポンとかって、だって、あいつ30。5、6やろ多分。ああ、そうなんですか。うん。うわ、ウェポンが一回り下にできてんのがやばいわ。ね、俺だってウェポン17ぐらいやったもん。はいはいはい。聞いてました、ずっと。すごいなぁ。7個より下おるん？いてます。歌ってるやつ？いてます。嘘？もうその。あ、それこそあれやな、サンキューマンとか。あ、サンキューマンもそうやし、あと、最近、テンズユニークとかも。あ、名前聞いたことあるわ。はい、あ、そいつらももう GBC の中なんですよ。若い子らな。はい。あ、21。わっけーな。じゃあもう新しい勢力が出てきたって感じやんな。そうですね、だんだん出てきて、うん、なるほど。それでもいいことやな。嬉しいっすね、うん、でも俺らが10代とかそのレゲエやりだした時も選手そんな感じやってん。あー、そうなんですか。それこそだから吉郎とかさ、ライズアップがあって、ね、で、まあその中にあのギャングスターファミリーとかあって、はいはいはい、もうめっちゃおって、同世代、はい、で、そこからまあだから、まあ、何人かしかやっぱ生き残られへん世界やからさ、まあみんなで行くのもかっこいいけど、なかなかさ、それぞれ事情がやっぱ出てくるから、長く生きていくと、はいはい、結婚してな、ちょっとお金いるからちゃんとした仕事しなあかんとかさ、うんうん、いっぱいあるやんか。ありますね。そうだ、まあだから今から結構もう7個のポジションが結構重大になってくるんちゃう。どこになるんですかね。いや、やっぱ引っ張って引っ張っていったった方がいいんちゃう。はい、下のコラム、下のコラムやし、まあその選手のレゲエシーンとかさ、はい、寄ってらっしゃる出してから、うん、その EP が霊感がめっちゃ強くおって、うん、でなんか左肩重いってずっと言ってたんですよ、うん、1ヶ月間ぐらい友達らに、うん、でまあ友達の家行ったりとかしても、そのいつも7個って来てくれる赤子供も、うんうん、あっち行けとか、なんかこの辺見て言うから、いろんなところ見て怖い怖いみたいな、であっち行けみたいなずっと言われてて、うん、でまあ帰るわって言って一回帰って、うん、でその地元の子に一番霊感強い子に一回見てもらったら、フェイスタイム越しで、あ、映ってるわみたいな、もう左に男の人とかみたいな、で知ってる人やって、それがそのうちうちのピザトミやろ。ちゃうよちゃう。あ、そう。で、うん、でももうお祓いしに行った方がいいでみたいな言われて、そんな、そういう妬みとかでついてるからみたいな、あーみたいな、生き量ってやつやな。そう、生き量なんですよ、うん、生き量がついてるからみたいな、うん、で、ちゃんとそのそれも連れてってもらったんですけど、うん、4畳ぐらいの、なんか払ってもらった。そう、ごまのなんかマジでここら辺で火ぶわ焚いてやってみたいなガチやん。そう、ガチのも連れてってもらって、であ、そう、今はいけてるけど、でもその思ったらこっちも気重なるから、うん、なんか俺もそういうのよく言われんねんけど、うん、つくねんってやっぱ、はいはい、まあだからこう信じるか信じへんか置いといて、うんうん、やっぱこうそういう人たちからすると、こう人前立つ仕事の人とかってつきやすいねんって、うん、念が、はいはいはい、その、まあ、恨みもそうやしさ、はい、応援とかも念なわけやん、はい、でいろんな念っていうのがあるから、
ほんでやっぱ年月やすい、うんうん、でそれでだから重なるみたいな、はいはい、でまあ、悪いこと起こったりとかなんかそういう良くないこと起こったりするみたいなを聞いて、うんうん、でそれをだからどうやったら払えるかっつったら、はい、なんか緑のあるところに行け言われたもん、自然みたいな、そう自然が緑がそういうなんちゅう悪い木みたいなのを吸ってくれるから、はい、緑だから自然があるところに行けって言われたことあるわ、はい、ラスターやなお前全員自然に帰れみたいな感じなんじゃあやな結局はすごいな